皆さんこんにちは。河内男節で知られる演歌歌手中村光子の訃報の真相は、旦那の逮捕事件の実態は何。今日は中村光子さんのことについて紹介します。まずは中村光子さんの経歴とプロフィールから紹介します。中村光子は大阪府東大阪市出身の演歌歌手、女優である。大阪では絶大な人気を誇る河内音頭や浪曲などをベースに情感を込めて歌う。ヒット曲に河内男節、島田のブンブン、まぶたの母、人生桜、だんじりなどがある。 NHK 紅白歌合戦の常連組の中村光子さん、2016年も2月にシングル潮騒をリリースするなど人気は根強いが、河内男節がヒットするまでは半端じゃない苦労の連続だった。中でも幼少期は貧しく悲しい思い出が、貧しかったのはやっぱり子供の頃ですね。両親は東大阪市の銭湯に住み込みで働いていた。お父ちゃんはボイラーマンで、お母ちゃんは脱衣場で子供の世話をしたりお掃除をしたり、私と3つ上の姉、2つ下の妹、4つ下の弟、9つ下の妹を合わせた7人家族で、銭湯の裏の6畳一軒に住んでいたんです。お父ちゃんとお母ちゃんが毎月いくらもらってたかって、そりゃ相当安かったんでしょうね。姉も私も小学生の時から新聞売ってましたもん。小学校2年生の時から近鉄のひょうたん山駅の前に机を置いて新聞を並べ、電車に乗って通勤しはる人とかに売ってたんです。始発の電車に合わせて毎朝5時起き、子供やから寝坊したらあかんと言うんで、新聞屋のおっちゃんが毎朝迎えに来て、私と姉を単車の後ろに積んでいくんです。冬は寒いし真っ暗やし、雨降ったら傘さして、なんでうちらだけこんなことを、せなあかんのやろって思ってました。4年生になったら駅売りは卒業して配達をするようになった。200件近く配ってたかな。新聞って広告も入ると重くてね、夕刊も配るから、4時になったら友達と遊ぶのをやめなあかん、もっと遊んでたいって思ってました。食事はね、朝はお茶漬け、おかずはたくあん、昼はお弁当を学校に持っていけなかったから、小学校から10分ぐらい走って家まで帰って食べてましたね。おかずは市場の八百屋で売れ残った野菜、ナッパとかおナスとかを親がもらってきて、天かすと一緒に炊いたもんが多かった。でも誕生日にはお父ちゃんがサバ寿司を作ってくれました。一番の思い出の食べ物ですね。家族みんなで競輪場に電車に乗って行った思い出もあります。お父ちゃんが競輪が好きやったから、競輪場でおでんとかおうどん食べさせてくれて楽しかったな。狭いながらも楽しい我が家やったんですけど、お母ちゃんは私が小学生の時何回か倒れてました。栄養失調やと思うんです。働き詰めでガリガリやったから、私が中学校2年の時にはとうとう半身不随になって喋られなくなった。かわいそうやし、おしめ変えたりするのが辛かった。結局お母ちゃんは1ヶ月寝込んだだけで亡くなったんです。まだ43歳でした。それから家族はバラバラ。姉は中学出てから住み込みで働いて、弟と妹たちは京都の父方のおばの家に預けられました。ところが私は近所の河内音頭がすごい好きなお金持ちのおっちゃんとこに預けてもらって、生活させてもらったんです。歌手にしたろと思ってたんじゃないですか。鉄筋の3階建ての豪邸でね、自分の部屋もらって、いいお洋服着せてもらって、歌のレッスン、高校も行かせてもらって、ラッキーだったと思います。歌が歌えたおかげで兄弟の中でも恵まれてました。だから兄弟でご飯行ったら、もちろん私がおごる。20年ぐらい前、奈良の四季亭って高級料理旅館に行った時は1人300万円ずつ分けてあげました。申し訳ない気持ちと感謝の気持ちを込めて、そりゃ喜んでくれました。みんなめちゃめちゃ仲がいいんですよ。演歌歌手として活躍している中村光子さん、河内音頭や浪曲などをベースに歌うことで知られており、主に大阪で絶大な支持を得ています。そんな中村光子さんは公務員の一般人男性と結婚しているそうです。しかし一般人だからか、お相手の名前や年齢などについての情報は見つかりませんでした。いつ頃結婚したのかも不明です。中村光子さんと旦那さんの慣れ始めについて調べてみましたが、詳しい情報は見つかりませんでした。しかし中村光子さんが
1991年に出した河内男節が大阪で大ヒットし、このヒットがきっかけで現在の旦那さんと結婚をしたそうです。というのも、中村光子は36歳の頃にメジャーデビューをした遅咲きの演歌歌手、子供の頃に母親を亡くし、家計を助けるために子供の頃から歌っていた中村光子さんは天才音頭少女と呼ばれていましたが、19歳の頃に悪徳芸能事務所に騙されたり、歌手としては鳴かず飛ばずの日々でした。そしてメジャーデビューするまでの15年間もキャバレーや土佐回りを続けていたそうです。そんな中村光子さんがヒット曲に恵まれたのは41歳の頃という計算になるので、現在の旦那さんとはなかなかの晩婚だったということになります。中村光子さんと現在の旦那さんの間には娘さんが一人いるそうです。娘さんの名前は生駒直子さんで、現在は演歌歌手をされているという噂がありますが、これがどうも怪しい。生駒直子さんは1975年6月3日生まれで、現在は44歳。こちらが生駒直子さんの画像です。した思わず姉子って呼びたくなるような感じですよね。がしかし、中村光子さんが現在の旦那さんと結婚したのは1991年以降なのに、1975年生まれの娘さんを持っていることは計算上ありえないですよね。しかし、ネットにはなぜか生駒直子さんが娘だという情報が至るところにありますが、その情報はどうやらデマだそうです。生駒直子さんは中村光子さんの娘さんではありません。5チャンネルの掲示板でもそのような書き込みがありましたが、否定されていました。生駒直子さんは中村光子さんの娘ではありませんよ。どうして皆さん娘だと思ってるんですかね。一歳地のつながりがないのに顔も全く似てないし、ときっと誰かが勘違いしてネットで発信したことから始まったのでしょうか。中村光子さんが現在の旦那さんと結婚したのは40代前半ということになるので、今から25年以上前のこと。デマ以外の娘さんの情報はないので、娘さんは一般人かと思われます。中村光子さんはかなりの高齢出産で娘さんを生まれたということになりますね。そんな中村光子さんと旦那さんの現在ですが、上の画像をご覧の通り、中村光子さんご夫妻と一緒に飲んだという方のツイートを発見しました。中村光子さんはどうやら大阪岸和田の観光大使をされているそうです。男性2人に挟まれているので、一瞬どっちが旦那さんなのか迷いましたが、左の男性が旦那さんのようです。いかにも公務員という名にふさわしい真面目そうな男性ですよね。ご覧の通り、2人は現在も仲良く過ごしていらっしゃるみたいです。中村光子さんは現在の旦那さんと結婚する前に1977年に交際していた男性との間に男の子を設けています。しかし、何らかの事情で交際相手の男性とは結婚に至らなかったそうです。出産後もその男性との交際は続いたようですが、性格の不一致で別れたとのこと。離婚とは言えないので、離婚理由は存在しないということになりますね。またその男性に関する情報もなかったので、お相手は一般人だったようです。ということで、中村光子さんにはお子さんが2人いることになりますが、そのお子さんたちも現在は成人し幸せに過ごされているそうです。現在69歳になる中村光子さんですが、今も歌手活動を続けていらっしゃいます。ヒット曲に恵まれるまでたくさん苦労された分、これからも穏やかで幸せな日々を旦那さんと過ごしてほしいものですよね。以上、中村光子の旦那についてのまとめでした。歌手中村光子が潰瘍性大腸炎で大阪市内の病院に入院していることが5日分かった。11月下旬から腹痛を訴え、先月18日に病院で検査をした。その日から療養を兼ねて入院をし、今月下旬に退院をする予定。月内の仕事は全てキャンセルする。中村はこれまで病気といっても風邪をひくくらいで入院するほどの病気は生まれて初めてです。デビューが遅かった分、他の方の倍のペースでやらなあかんと思って頑張りすぎたのかなと思っています。でもここらでちょっと一休みと神様からの通達だと思って、ちょっとだけ休ませてもらいます。
また2月から元気に歌いますよって、その時は安城頼んますと話している。所属事務所では中村は主婦でもあり、自宅療養だと年末年始の時期と重なって本人が忙しくしてしまう療養を兼ね、入院をして大ごとを取っていますと説明している。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。